どうも、こんにちは。第19回全国大会決勝の8半チャン目、打っております。今回で、ラストで、8回打った合計の数字で、まあ、最終成績が出るという感じで、最後に出るメーター、緑色、青色、赤、ピンクと、今赤なんで、ここでプラス100以上の大トップを取れば、ギリギリピンクに入るか入んないかみたいな瀬戸際です。6万点ぐらいのトップ取ればギリ入るかもっていうレベルなので、まず1位は前提。1位じゃない時点で、ピンク色の前の赤色で、まあ、終了かなと、まあ、そんな立ち位置です。ここでも仕掛けない、つもぎりが続いてしまった。今回は研究生は特に起こらず、ちもちゃピンズを連打している。白をポン、この捨て牌マンズですね。つもゆきが怪しくなってしまった。マンズ親は普通の捨て牌。ここはドラを引いた。均衡を破るのは誰なのか。まあ、チューンはポンしたいなと思ってるんですが、マンズ来た。ちょっと考えもんですね。各社どのように打ち回していくのか。手が進んだら2万くらいは押すと。チューンが出なそうです。まあこのくらいになったら切るかな。各本一ドラ1、8000。まあこれはまあしょうがない。じゃあ今マンズの脂っこいとこ引いてきたらどうするんだって話です。あ、来た。あ、スーチーピンのチーピンが枯れた。スーピンが4枚。ここは一歩後退。この辺りでもう折りかなと。マンズの8、9あたり掴んで、あらら、場を制するのは一体誰なのか。お、変則の7、9待ち。まあ親は転廃してたんでしょう、おそらく。トン2局、ドラは3ピンになりました。プレイヤーは親です。よし、親なのでここは稼ぎ時だ。しかもドラ、ドラリーチ、ドラ、ドラ。まあ、2刺しができてドラ1枚外すのも OK。まあ、リーチ、ドラ1、ザンク。リーチ、ドラ、ドラ、7、7。リーチは来たけど、こんなリーチどうせわかんないし、こっちもダブトン、ドラ、ドラ、親番の勝負手なんで。あれ、ちょ、もうちょっと待ってくれ。今は全突破。
するつもりだったんで悔しいです。土俵に上がる前に負けみたいな。部屋が終わってしまってあと2曲。大トップは100万でも出ないとプラス120の大トップはきついので、まあとりあえず行っちゃおう見てます。ドラはシャアだけどちょっといらないな。ピンチ、ミコトの7位。果たして追いつくことができるのか。フラリーが来ました。お、アイアン系ウーパーソー一発通った。まあ正直まるでわかんないんで、まあ換算像ぐらいは捨てようかな。場を制する人物は一体誰なのか。まあうまいこと6チッパのタイヤを3色ドライチができたら、いやチーかな、チーしたいな。チー3色ドライチ、チータイヤを3色ドライチ3900だけど待ちは変速待ちでいいぞと。3と4、まあ、親があっさり流されたのと、トップ目のリーチ、ある意味向こう防御ゼロなんで、直撃チャンスっていうのでかなり強引ですけど、無理しました。まあまあ、どっちからでもローンします。ボーラスで2600差。26で同点一茶。26です。リーチできれば26確定です。シャードラドラザンク、ハクドラドラザンク、リーチドラドラ52。ここはスルー。もう文句なしですね。ここが2つの両面になるので、両面が1個2個3個4個と。ここも我慢した。ピンフドラドラと。スモギリが続いてしまった。ここでも仕掛けない。左が国士マンズ。場は膠着状態だ。雲行きが怪しくなってしまったか。国士じゃない、マンズです。ちょっと結構受け入れが広いはずなのに進まない。天敗脳天でもひっくり返るんで、天敗は最低でも取りたい。ただここで振り込むと間違いなく三茶には落ちる。見心のままに。ちょっと難しいね。ドラはいいそうです。あ、ピンズが2つの両面になって、ソーズの4-2と。じゃあ勝負すんの。勝負じゃ。待てないな。残りの積もの回数を考えれば、ここでまあ三蔵上がると。あらら、勝てませんでした。これで8回目の8回目終了なので、
今回の大会はこんなもんと。イベント戦で初めて、こう、毎回の数字プラス8回打つ前提で、ちゃんと最終数字を出す前提で、初めて打ちましたが、まあこんなもんです。プラス57。まあ、ピンクには到底届かずと。こんな数字で。3、4、1、1、1、1、4、2と。4が2回。3が1回。このあたりが結構ダメージがでかかったと。いう感じで。あとはなんかメールが来て。どんなメールが来るのかわかりませんが、まあ見たいと思います。今回も見てくれて、このイベント戦見てくれてありがとうございます。またいろいろ打っていきたいです。どうもありがとうございました。